きにわたる格ゲーの歴史を変える一戦となるか。時の豪鬼祭梅原がいる、いってみましょう。お願いします。お願いします。さあついに始まった。誰もが見たかったが、ここは時戸がトリガー発動。ここから反撃の狼が上がる。火力出ますよ、僕から。しかし梅原が撃っていった。 EX 弾はトリガー中、いきなり切っていった。さあ大陸リーダー時戸の豪鬼、ここも投げが入る。もう一丁、そして中段まで。一応 CA で削ることもできたんですが、はい、多分今のはあのゲージ残して、はい、あの、ね、最終ラウンドに持っていくって感じで。引きの前にあるガンハラもトリガーを引いて、さあこれで押し返していこうかというところ様。これは残空対し CA がこれで使えなくなるんで、そして上空対空は梅原、そして投げるのも梅原。まずは 1-0、梅原スタート。2回運用、時戸の動き、もう一度 V トリガーは溜まりそう。さあこれ溜まった。さあ梅原も、さあトリガー中、ここで時戸が、うわー、しかし玉抜け EX 様。そうですね、これも梅原のガイルになった。もう一丁、そしてリバースピン本命が来て、さあサンチも視界が下段です。さんきっちりとフィニッシュまで。さあ空投げタイプが多めになっていましたかね。まあニュートラルする理由危なかったが、2人が抜けている。さあ怖っ、あーめくりを使って、そしてクリティカルアスガール。さあこれは一気に体力を奪って、どうしようか、どうやって倒そうか、こうなるんですよね。これですね。さあこれやっぱ逆転されちゃうんで、トリガーを使う時々、しかしむやみにはいけない。体力差はかなりある状況だが、梅原は慎重になっている。画面端、さあここでトリガー発動。さあここで中断一つ、またもやニュートラルを、そうこれで一つ握れるんですよね。さあここもサマーで割って入って、イクサマーついていくまでかなりのダメージになった。さあ時戸はすでにトリガー中、梅原もトリガー中という状況での殴り合い。さあ上から来たが EX 様一戦。さあどうする、だがさあ竜巻からもう一丁、さあ残空までいいダメージになった。さあ時戸もまだある。さあ両者のゲージがまだない状況、梅原はどうするか。小づけば終わる体力だ。 EX が溜まると EX ソニックが出るんで、はい、後に打ちづらくなるんですよね。その後がちょっと読み合いが変わってきますね。さあ時ども勇気で、そうですね、打てますね。うだー、ここはさソニックに乗っからせたので、今までは端でトリガーだったんで、これの画面端で、V トリガーが使えない状況だが、記号はここはイクス豊昇龍、押し置きは裏剣から、痛いぞ EX 様まで足りているフルコース。このラウンドは時どが体力優勢、画面端も近いという状況。これはコンフマクヒット確認して、だがイクス様、さあまだ行くのか、だが両者打ち合い、リバースピン対いいえフォローした上、相打ち、リバースピン届いている。さあここでトリガー発動。さあ上どう追いつくか、サマーが当たると多いんで、うわここは乗っけて、うわ大キック危ない。さあ一発被弾、もう被弾は許されない両者。うわ危険な距離、うわ最後は近距離波動、時戸の気合の一発。ために多分ここで時戸消費したんでしょうね、はいはい、先を見たゲージの入った。ここでリバースピンが入っている、ゲージも溜まっている、きっちり倒しきりまで。ここも出かかり前に出て竜巻から関谷クーレッサー、さあ渡らず。梅原は爆風の中をしっかり前捨てしていた。30年の歴史、ガイルの歴史が梅原に割れ、ここもリバースピンから一気に豪鬼を溶かす。これで7-3。そうそれカウンターヒットだった、ね、ソニックナイスガードは時戸。さあ回復では若干時戸の豪鬼、トリガーがあるイクソニック、またもやガードを左し、最後サマーからのソニックで仕留める。そうすれば刹那の間合いだった。うまく画面端まで持ち込んだが、ここで前に出るか、竜巻見ていた。上はこれ都合勝利、まだあれ、あっとゲージ、まだゲージがなくなった。どうなるこのラウンド、最後は中足、待ちかさがらない梅原、山のようにしかしその姿はニュートラル。さあ中足一つ、怖いところ投げ抜けて、
ッシュを出すか。さあ、そのこの消し入れ、どこだ、チャンスになるゲージある。バンブズ必殺だが足りない。さあどうする、最後の一撃、小突き合い、どちら、どちら、打ち合いは上原。相手もまたさすが回転がうまく向かうんだ。さあ豊昇龍から前ジャンプ、さあフォアを振らせ、さあこれを崩した形にあって薄くて、さあスタッチが溜まっている、中足です。一気にいった、このままでは終わらない、この前での差し合い、さあここはうまく波動に乗せた形、投げも入って、おっと、出かかりを潰した、おいしい、ということで、もう1、2、そして、後ろから2つ巻きを経して、後続、まだ続く、投げは抜けているが、さあ、鳥が発動、さあ、バックスに避けて、おっと、ファルナック、反撃確定、まだ1戦から、さあ、1発追記して、さあ、サマーのソニックを使って、攻めてきた上、さあ、これは、ゲージは、まだ終わらないが、さあ、もうちょっとね、さあ、クリティカルアースがたまる、危険な状況になった。さあどうする、画面端、トリガーはまだあるが、イクソニック、ナイスガードは時度、うわいいダイバー、危ない、うわナイスガード、両者素晴らしいガード力、ここで最後はゼロ距離ソニック一戦。さあ強烈な一撃でまたもやリーチは上原、星は9対5。さあ、トキドは命を繋ぐことができるか。上原のガイルの集大成、噛めないガイル、またもやニュートラルが増えてきた、3が近い、どうする、悔しい、発動抜ける、うわ、まだ上がらない、まだスタンはギリギリ残るな、うろうろしている、ここで首を取って、さあ時戸はどうする、上原はゲージがない状況、やめてくれないですね、うわ危ない、また親に取られ、うまく返して取り抜ける、そして一つ何を見せるか、うわー5パン一つ、危ない、危ない、なかったか、歴史的一戦、獣道に勝ったのは、なんか俺も悔しかったっすよ、なんかちょっとなんか見てるね、フードさんも悔しかったと、そうですね、やっぱ梅原さんやっぱ一強かっていう、is saying he, this is painful for him to watch too. 強かった、終わってみれば星は、he said Daigo was incredibly strong and that loss for Tokido hurts Fudo as well as Tokido, you can see it all over his face. 伺ってまいりたいと思います、失礼いたします。 So Ari's gonna step up here to interviewMan, what a set. Tokido slow to stand up, slow to come. Give his message here. はい、ではですね、激闘を終えた両選手にこちら来ていただいております。まずは Tokido選手から一言お願いします。そうですね。まあ、ゲームの中でぐらいは勝ちたかったんですけど。As you see, he's on the verge of tears. He's tearing up here, but he said he's going to come back. では、梅原選手、一言お願いいたします。He has to redo it. He's got to restart. ゲーム以外全部勝ってると思うんですけど、まあっていうのはともかくとして、ああ冗談ですけど、去年時戸、まあ一昨年もだと思うんだけど、時戸がすごい活躍してて、で、すごいなってなんかやっぱり環境変わって化けたなっていうのがあって、まあ、それに比べて自分があんまりなんかこう振るわないなっていうのがあって、で、まあ、カプコンカップ終わった後にそのまあちょっとツイートもしたんだけど、まあ、ちょっと俺はちょっと見習って俺もちょっとこうやったるぞって気持ちになって、でその一発目が東京ドームの試合だったから、こう俺もちゃんとってやってるやちゃんとやってるんだけど、またこう一段その取り組みの質を上げて、なんていうのかな、その格闘ゲームに対する気持ちっていうのが、変わらずまっすぐあるっていうことを、まあ時々に、まあ大勢の人が見てくれて、それはまああんまり
自分の中では重要じゃないんだけど、まあ、時々にちょっと分かってもらうチャンスだなっていうのがあったんで、今回はかなり意気込んで、で、まあ、大体こういうことをやると終盤やっべー仕上がってんなみたいな感じになるんで、その感覚が今回もあったから、これで負けたらもう本当にすごいなみたいな、俺のかなり絶対に自信があるその試合形式だから。でもまあ結果はまあ自分の勝ちだったけど、まあ、とにかくそういう取り組む機会を、まあ、時々の方が言ってくれなかったら多分こういう対決は実現しなかったんで、あのまあすごいありがたいなと思いました。あの一応主催者なんで、あの視聴者の方長時間ありがとうございました。 So at the end there, Dago thanked you guys, but ありがとうございます。 First off, he said Tokido is beating Dago in everything outside of the game. He's so successful and everything.両選手に大きな拍手を送ってください。The, Tokido performed so well recently and Dago did not. So it's thanks to, it's very long, so I'm going to just cut the trip. It's thanks to Tokido being so strong and being so successful that he forced Dago to give him this opportunity. He was crying. I feel terrible. Yeah, I didn't want to speak during that moment, so I will.Write a full, unless someone else already does it, write a full translation of what Dago said there at the end. ということでですね、Dago starting off with jokes compared to Tokido's tears, very different emotions right now. すべてのカードが終了となりまして、はい、第一組み合わせ、小高商店対伊藤は小高商店の勝利。はい、So just reviewing the matches here. So Kotaka beat Ito, and then Yu Yu defeated Tanukana, and then the final match, Dago against Tokido. Dago won. These are the three winners of the day. たくさんのですね、視聴者の皆様からのドネーションであったりとか、応援のコメント。Dago too. Thank everyone for watching the very long stream. Thanks for the people that donated as well. でしたでしょうか。いや、あの。格闘ゲーム業界盛り上げるっていう、まあ、名目で始めたんですけど、Dago was saying this, まあちょっと高みの見物だったんで、as a way to make the fighting game community like more lively and more exciting. 自分が出るってなった時の、But, when, 日が近づくにつれて、When he, 不機嫌になっていく感じ。It became that Dago was going to enter the tournament when he wasn't just the organizer, he was going to be a player now. And he felt like the flame coming after him. Like if he lost here, it would have been huge. It would have been like Dago's era is over. He said he almost didn't want to do it. He was so nervous there, but. みんな思ったと思うんですよね。勝負の日が近づくにつれて。So he says as we get closer and closer to the match. ちょっとめまあ。言い方悪いけどちょっと目立てるかなぐらいの気持ちだったりすると思うんですよ最初は、はい、入り口はね、はい、でもいざその練習していくとこの取り組みが通用しなかったらどうしようっていう恐怖の方が多分勝っちゃうんですよ人間なんで It's closer and closer to the match. 本当にこの He starts tingling and he gets like scarier and scarier. 強制じゃない強制でもなんでもないから If I can't do it in the match, what's going to happen to me? っていうことは全然あるわけで、はいまあ、そういう意味では本当に参加してくれた時点で自分の主催者としてはもう全員に not just the viewers but the players too I think he's なんていうのかな my interpretation but I think he's 勝者だっていう、まあ、ありきたりな言葉かもしれないですけど、うん、気持ちにはなるんですけど and explain ですね Tokido still crying on the side But yeah, it's like the amount of work and preparation you do for this and then to have it not work out in the match. He's talking about the fear and the pressure of that happening, which did not happen in Dago. 今後もあの僕としては梅ちゃん獣道やめないでよっていうところはあるんですけど、はい、まあね、これを機にさらにまあ面白い獣道をお願いできればなと。今回、さん、can you please do more? かなり反則カード。はい。があったと思うんです。そうですね。自分のも多分結構観測カードも。This time, the problem is this Kimono Michi was already so crazy. でもやっぱ、the match is crazy for this one. 性格的に間に合わせるようなイベントはしたくないんですよ。はい、面白いこのイベント絶対面白くなるなと思わない限り。So he's thinking he wants to do an event. 頑張れない。He's not going to try and set an event just to like meet a time schedule. He's going to wait until it's the right time. He wants to put on another one. He has confirmed it. まあこれを超えるイベントには当然したいなとは。But he's saying yes. He wants to do it again. The next event. He wants to make even better than this one. So when the time is right, when the matches are right,冒頭にお伝えしておりました。ドネーションのですね、エンドロールの方は梅原時戸戦が
始まるまでに、ドネーションいただいた方は、ドロールに載せていただきました。そしてですね、こちらツイッターで、行わせていただいた、勝敗予想キャンペーン、こちらの方もですね、当たった方が、いたかどうかすら僕は今わからないんですが、そちらの方もですね、後日、当たった方がもしいらっしゃいましたら、スタッフの方ですね、ご連絡いくと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、そろそろあっという間の、まあ、何時間ですか、今5時過ぎなんで4時間ぐらいですか。すごいですね、4時間ぐらいですね、はい、鉄拳が死闘だったんですよね、相当死闘でしたね。見てると体力奪われるなと思ったんで逃げました。実際で本当にフルラウンド、フルセットっていうのがあるんですよ ね、 あれはね、うん、本番だと起きるんだなっていうところ、まあ、そして小高選手と伊藤選手のね、前評判を覆すという、まあ、素晴らしい戦いで、and then I was thinking, Ito and Kotaka for being the first card is like warming up the event for everybody. 思います。しかし、まあ、今日は何より三原さんお疲れ様でしたと。So thank you, Daga, for having this event. Daga saying I'm very tired. 最後にあのそのまあね、本日の主役でもあると思うので、ご視聴の皆様に一言。So Daga's final message to everybody. そうですね。まあ最初に冒頭にも言ったんですけど、まあ別にみんなお金のためにやってるわけじゃないんですけど、まあ、やっぱ気持ちとしてドネーションもらえるってなると、なんか来てよかったなって気持ちになると思うんですよね。だからまあこっちが一方的に作るんじゃなくて、やっぱりその応援コメントとかそのドネーションによって、This event is not just for Daga. Come on, up, cheese and event for everybody, so everybody can watch. They can cheer for their favorite player. The donations, they don't go to Daga, they go to the players here. So he wants everyone to take part. He's very thankful that all the people have supported by watching and making comments and donating and things like that. また次回があることを願いつつ。And そしてこちらですね、デートの式を本日ですね、ご提供いただいた松田店長からもですね、一言いただけるということなので、はい、デートの式、that's the arcade as well as Game Newton where we had the last Kamono Michi。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。This is very interesting. Masuda is the man, by the way. He's the host of Co-op Cup as well. やっぱゲームセンターでやることにも意味あんのかなって感じがしましたし、またやりたいと思いましたね。So Matsuda said that match between Daga and Kido was so cool, and he said that it's very important that it was done in an arcade. So he hopes they will do another event in an arcade. なんとか、まあ、海から今回リクエストもらったのが、はい、まあ、またニュートンやらせてもらえますかって最初はあったんですけど、はい、ちょっと今回いろいろ機材とか本格的にやりたいんで、ちょっともうちょっとでかいところ、ちょっと貸してもらえませんって言われて、まあ埼玉だからも、埼玉だけど大丈夫って言ったら、まあ本人も全然大丈夫って言って、ちょっとチャレンジしてみたんですけどね、まあいい面も悪い面もいっぱいあったと思いますけど、ゲーム機とりあえずトラブルなくてよかったなっていうのがありますね。He's very happy. He says I'm very happy that none of the arcade cabinets messed up during the matches.ということでですね、たくさんの皆様のご協力によって、本日も無事終わらせることができて、よかったと思います。またですね、この獣道さんがあるのかな、あることを願って、本日はこれにて失礼したいと思います。長時間のご視聴ありがとうございました。